腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パープキッド、難易度は上級、シナリオは川中島の合戦、選択大名は上杉謙信、第29回を始めさせていただきます。前回長宗我部家と2つの決戦を行った上杉家、いずれにおいても上杉家を全滅させることに成功いたしました。それではこの後どうなっていくのかお付き合いいただければと思います。はい、それではですね、ちょっとね、さっきも忘れちゃいましたけども、国主将兵入れていきましょう。我が義を示す。それと足軽精霊、我が義を示す。農兵精霊も入るかな。農兵精霊は入らないと。ではこれでいきましょう。では進めます。志果たさずして将は終えられぬな。志果たさずして将は終えられぬな。はい、攻めかかってきましたと。ここは指揮なさらずともですね。はい、こちらが勝ちましたと。だいぶ余裕持って勝てますね。はい、指揮なさらずとも我らの勝ち上げを見ません。よし、赤子の手をひねるようなもの。ではこれで元山城入りましょう。出陣するぞ。よし、元山王国にまだ、お、久々の大将権ですね。これでまた財政基盤が健康になりますね。よし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 、山城の大将権ですかね。使いの者が来たようです。講和ではない、従属を求めておりますと。はい、内容できる方内容させていきましょう。常識ことです。ここに入ったのか。はい、では行きます。この城もらい受けるぞ。ではお香に入りますかね。でお香朝倉、この辺りぐらいまで取れるといいかな。指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。このまんまへ勝ちを重ねて天下を目指す。はい、山市場を囲みますと。では水攻めで、いや、そうですね、水攻めでちょっとでも早く水攻めで落としましょう。手段は選ばぬ、勝つため。交渉が出てますね。交渉しましょう。合算戸田が手に入ったので新山城行きましょうかね。では行きます。はい、大雪の被害を受けてしまいましたね。でも数はね、あんまり多くないから、まあよしとしましょう。まあ農業系の方策を全然やれてないっていうのもあるんですけどね。表情を行う策がございます。あ、いいですね。こちら兵糧消費量減少、こちらは取っていきたいですね。ちょっとどれで取れるんだ。25、10、40、大丈夫ですね。また軍事と対名のポイントを貯めていきましょう。これにて表情を終える。はい、こちら取っていきますと。で次取りたいのは本当はこちらなんだけれども、軍事が全然足りないっていうね。あと瞑想じゃね、手に入れたいな。この辺り手に入れようかな。疫病だけちょっとやっていきましょうかね。で次は農業ですね。はい、当家に使いたいという方、瞑想者持ってるような有能な方いないかな。お、大谷義継も入ってきた。いやー、いいですね。あ、岡本さん、この辺りとか、
まだというか持ってないのか。小西幸永持ってないか。そろそろそういう方が入ってきてもいいと思ったんですけどね。でもまあかなり優秀な方が入ってきたので、いやーこれは嬉しいですね。ではこの辺りで詰めてる軍でこちら行きましょうかね。進むぞ。よし、出せる軍は出していきましょう。ではこれで行きます。よし、岡山城を落としました。浦上家が滅びました。はい、うわー、直家とかもったいないなー。あー、伊賀さんとかが仲間になってくれれば。うわー、黒田官兵衛、この二人の父親をね切ってしまわなきゃいけないっていうのが、いやー、もう毎回毎回ね、本当にもったいない。では、まあ、根性では縁がなかったと思って諦めます。処断いたします。深く。13,000。これ攻めかかっても多分いくらなんでも無理だよね。献身隊が部隊が大きければ、いやいや無理無理無理、ちょっとこれ以上無理させても仕方がないから、ちょっと一回引きましょう。はい、それでは進めてまいります。はい、高校も手に入れました。では朝倉に入ります。朝倉も武将がまだいないと。よし、ではこのまんま大よけ入ってみるか。こっからはやばいか。守り選挙アップ11,000。でもここでいければ、よし、行ってみましょう。はい、それでは新山城攻撃14日で十分でしょう。では進めてまいります。里見さん行ってください。いやー、これはちょっと全面解放もちょっと分が悪い感じですね。吉川常家さん、あー優秀な方だな。欲しいな。多分無理だよな。でも行くだけ行ってみましょう。だよねー、ですよねー。全面解放、はいはい、無理ですね。はい、大丈夫ですと。講和ではない従属を求めているので拒否です。手段は選ばぬ。はい、ではこれで仲間になってくれる方は仲間になってもらいましょう。行きます。ではこちら水戸屋城ですね。水戸屋城行きます。いやー、ここが51,300。一応戦場としては別に準剣場が勝ってないから、砦があるので不利ではあるけれどもっていうところですね。なので勝ち目がないわけではない。こちらも国衆将兵かけてますしね。なのでちょっとここも決戦の指揮を取っていきたいと思います。では攻撃に40日でいきましょう。戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。直接決戦の指揮を取りますか。取ります。11,000。うわー、結構出してきたな。借りた狼藉はどうでもいいけど、猛攻号令か。14,000×11,000。まあ有利は有利ですね、もちろんね。これは川もないし、こちらの戦場で戦うのが吉でしょう。多幸さんの隊がちょっと減ってるな。ちょっとこの多幸隊は少し注意が必要かな。では
まず鐘鳴らしていきましょう。で、あと、のろしも必要ですね。そしたら、あと、陣かな。陣は、ここに貼って、で、よし、これでいきましょう。では覚悟せよ。ゲッチ、始めるぞ。始めるぞ。陣を壊されてもいいので。始めるぞ。覚悟は良いか。お、もう出番か。覚悟せよ。ゲッチ、覚悟しろ。このように布陣していきましょうかね。では行きます。奈落か。今のうちにかかっておきた方がいいですね。敵の居所が知れば。ってことは騎士を入れてったってことですね。今のはまだ命令不可か。ご命令始めるぞ。ご命令さあ始めようか。始めよう。よし、これでいかがでしょう。敵の居所が知れました。好機は今ぞ。好機。ゲッチ。ご命令を。いざ進まん。ゲッチ。始めるぞ。ゲッチ。ゲッチ。始めよう。よしよし。ご命令を。始めるぞ。心してかかれ。陣壊されちゃうのかこれは。やばいな。よし。ゲチ。始めるぞ。ゲチ。この体は少し下がりましょう。ご命令。覚悟しろ。始めるぞ。投げ払え。やりたい。よし、まあ強撃かけてきましたね。新さん当てられるのが2つ舞台なんだな。敵の居所が知れました。ゲチ、覚悟せよ。あともう少しで審査員でなれますね。ご命令、覚悟しろ。やりたい。前へ。ああ、一部隊にしか当たらないか。この位置だと審査員が。ご命令。そしたらこっちに進もうかな。なんでタコウさんの舞台はこっち向いてんだ。覚悟しろ。投げ払え。よし、これで3舞台当たる。故障が決まる。受けるがよい。ゲッチ。いざ進まん。始めるぞ。高速を得たい。できれば全滅を狙っていきたいんだ。投げ払え。ねえ、覚悟せよ。ご命令を。ゲチよ。覚悟は良いか。覚悟しろ。よし、これでいいでしょう。容赦せぬ。よしよしよし、攻撃をいいように入れてみましょう。投げ払え。負けると。よし、一部隊壊滅。はい、二部隊壊滅。ではこちらの方で舞台を探りに行きましょう。よし、これで回想壊滅と。いいですね、いい調子です。では行きましょう。やりたい。前へ。サクシー入れていきましょうかね。これで敵の攻撃も減りますね。強撃入れていけば。前へ。やりたい。前へ。始めよう。しこでいいんでしょう。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい。助けに行こうとしてるのかな。攻め込むぞ。知るがよい。はい、味方の速度アップとかを使っていきますと。このままだ。ま
さ。よし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 。これであとは、覚悟は良いか。かかれ。もう楽勝ですね。よしよしよし、完勝と言っていいんでしょうかね。いいんじゃないですか。いいですね。なかなかうまくいきましたね、今回は。はい、大よけを手に入れましたと。ではこれでいいですね、かなり分断がいきますね、生きてきますね。これでソネ城とこの辺り行きましょう。あとこちら黒瀬城、ここだけ落とせばもう抵抗する力はないでしょう。あとはまあここがあるか。はいはい、まあちょっとやっぱりちらほらまだ軍が残ってるところがありますね。一気に陥落はちょっと難しいかな。お、これは引けた城行った方がいいか。行くぞ。進む。よし、行きましょう。まあそれは一気起きますよね。早く茶屋町を充実させないといけないですね。はい、ではこれで進めて、お、集結27000。これはちょっと分が悪いか。水戸屋城4400。やれるっちゃやれるな。ではいきます。はい、引けた城の引けた城、何も抵抗することなく陥落しちゃいました。はい、では影活隊で蘇合城行きましょう。すごいな、1万800もいる。はい、では行きます。はい、それ以上を手に入れました。あとはゼロのところ、大森か。今のうちにガシガシ落とせるところはちょっと落としていった方がいいでしょう。誰に続け。はい、ではこちら総合上は方位で交渉出せるので交渉を出していきます。吉明隊が決戦ばっかりしてるけど、ここも決戦の方がいいですね。ここを全滅させれば西の方はもう完全に我らのものとなりますね。では決戦の指揮取っていきます。部隊数も我らの方が上と。で、兵の数は同じなので、よし。国衆将兵で。まあ、あとは砦だな。砦が。では、軍施設は鐘を鳴らし、ああ、のろしここか。結構危険な位置だな。では、こののろしを守るように戦いますかね。多分のろしを破壊しに来ようとするはずだからな。うまく先方の軍はばらけてると。一応陣も張っとくか。はい、で位置変更していきましょう。こんなもんかな、位置変更するといっても。よし、ではこれでいきます。いくぞ。とりあえずのろしを守らなきゃいけないので、ごめんね、始めるぞ。ご命令覚悟しろ。川の前に布陣する形ですかね。始めるぞ。ゲチオ覚悟せよ。ゲチオ始めるぞ。ゲチオさあ始めようか。始めるぞ。ご命令始めるぞ。ゲチオ始めるぞ。あとは向こうの罠にどれぐらいかかっちゃうかだな。よし、これでいきましょう。敵の居所が知れましたか。よし、とりあえず奇襲は入れてきたのはいいんだけど、少し引きましょうかね。ちょっとやりたい。よし、まだ奇襲を入れていったのはいいんだけれども、容赦はせん。いいでしょう。ご命令を始めるぞ。覚悟せよ。かかれ。やりたい。
前へ。いいんじゃないか。ヨシアキ隊がちょっと張り出してるけど、ヨシアキ隊はそもそも強いですからね。ここを張り出して、ここを張り出しましょうかね。よし、攻撃も入らないか。入らないか。よし、ではちょっと様子見てみましょう。心してかかれ。敵の居所が知れましたか。ではこの隊でちょっと卸し破壊しに行きましょう。ちょっとこの部隊は川を渡っちゃいましょう、ね、では行きます。この部隊攻撃力高いな。覚悟は良いか。ヨシアキ隊をちょっと引きましょうかね。容赦はせん。心してかかれ。よし、攻撃かかっていくと、新参入れると、よし、4部隊、これはいい。受けるがよ。覚悟せよ。しかも命令負荷付きですから。命令負荷にある。ごめんね。さあ始めようか。始めるぞ。ゲッチ、始めるぞ。覚悟しろ。始めるぞ。よし、これほどと。今は引き寄りに行きましょう。階層出ましたと。よし、のろしも破壊したと。始めるぞ。いいんじゃないか。ごめんね。覚悟しろ。ご命令を。いざ進む。では行きます。やりたい。前へ。容赦はせぬぞ。よし。江村隊かな。こちら壊滅と。ちょっと義明隊が前に出すぎてるので、ちょっと引きましょうかね。始めるぞ。で、多孔隊をサポートに回しましょう。いざ進む。ゲッチ。よし、これでどう。今は引くぞ。よし、階層を出してきました。よしよしよし。あ、階層が出てしまった。こちらから本田隊、これはちょっとまずいかな。いつの間にか蒲生隊もそんなに余裕がない状態に。一回戻るか。いや、ここが踏ん張りどころかな。始めるぞ。野上隊でこちらにも当たりましょう。多孔隊でガードするような形で布陣しましょう。ゲチ、覚悟しろ。よし、これでどうだ。投げ払え。今は引くぞ。投げ払え。よし、壊滅を出していったと。いやー、ちょっとここもやばいな。壊滅しそうな雰囲気はあるな。でも向こうも苦しいですね。あ、キラ隊、これが最後か。全滅させたいんだよな。なので、違う違う違う、この隊の行為を完成させましょう。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。よし、これで多孔隊はここで張るだけにしましょう。覚悟しろ。覚悟しろ。よし、これでいきましょう。このままでは。まあ、なんだと。容赦せぬ。
一旦引こう。藤里隊も壊滅と、壊滅じゃない、回想ですね。ちょっと吉明隊はさすがにまずい。始めるぞ。キラ隊も壊滅しちゃった、回想しちゃいましたね。よし、俺は全滅狙いだけど、全滅無理か。交代ちょっと引きましょう。この部隊もちょっと引こう。よし、引きましょう。海藻、海藻だらけになっちゃってるな、敵も味方も。他交代も海藻か。今ぞ攻め込め。ゲチ始めよ。よし、この平岡さんだけはなんとか倒していきましょう。やりたい前へ。しどうだ、いけるんじゃないか。前へ。全滅出せるだろう。吉明隊に突っ込んできてる雰囲気だな。でも回想してても80攻撃あるからな。ここから巻き返すぞ。作詞入れていきましょう。ご命令を始めるぞ。今ぞ攻め込め。よし、吉明も先制復帰と。よし、これで全滅ですね。いざ進む。よし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 、いやー、なんとかうまくいった。このままでは。よし、死力を尽くした甲斐があったな。いいんじゃないですか、これは全滅入れていくのはね。仲間にはなってくれないか。はい、大森城も手に入れました。そしたら中村御所ですね。中村御所が今空になっているので、中村御所に詰めていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。長宗我部に対し連戦連勝を重ねる上杉家、四国はもはや上杉の領土とほぼなっております。このまま長宗我部を全滅に持っていくことができるのでしょうか。そして毛利家との戦いもこのまま順調に進められるのか。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。またお付き合いいただければと思います。今回のお付き合いどうもありがとうございました。